皆さんこんにちは。こんにちは。第39回メディアコミュニケーション活用塾メディカツでございます。皆さん声届いてますか？声聞こえてますか？いつもね、始まるとき結構不安なんですよ。そうですね、だから声聞こえてますよっていうね、ツイートをもらうとね、安心したりするので、ぜひ皆さん聞こえてましたら、ツイートをですねお願いしたいと思います。お願いします。本日のゲストでございます。本日のゲストはですね、フリーライターの山口拓郎さん、はい、そして、奥様の桃さんでございます。よろしくお願いします。楽しみにしてました、まあ、ありがとうございます。本当に、はい、まあね、改めて言うのもあれですけども、前回ね、本当は山口さんが、そうですね、先週ということだったんですけども、はい、まあ、皆さんご存知のように、ああいうですね、地震が、大きな地震が起きまして、まあ、ちょっとね、計画停電とかね、そうですね、あったんで、まあ、ちょっと心配だなということで、一応ですね、一週お休みさせていただきました。で、今回ですね、もうその次に今日は予定として奥様の方がね、そうですね、出演予定だったんですよ。だったらね、もう2人で出てもらおうじゃないかということ で、ね、おっと、もうですね、尾形さん、ありがとうございます。声聞こえてるとね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、2人で出ていただこうということで、まあ、これが本当はね、ベストなんだ、僕はね、これいいなと。そうだったんですか？そうですか。いやいや、本当に、はい、うん、いや、僕最初に打診を受けた時に、うん、ね、次の週、妻がって言ってたんで、はいはい、別々の方がいいのかなとか。あ、それはね、こっちの意向として、そうですね、水口さん的に別々の方がやりやすいのかなと思って、せっかく別々で、ね、オファーいただいたんで、はいはいはい、別々って思ってたんですけど、はい、けど一緒に出ろってことだったんですね。そうなんですよ、うん、結局そう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 なんですよ、そういうこと、はい、でね、今日はお二人に来てもらったんですけども、うん、まあ、皆さんお二人のことをね、知らない人が、まあ、いるかもしれないと。いっぱいいると思います。山ほどいると思います。いや、ちょっとね、自己紹介をしていただきたいなと思いますけれども、じゃあ、はい、山井さんの方から。私の方から、はい、はい、私はフリーライターをやっております。大学を卒業してからですね、一応出版社の方に就職しまして、趣味系、まあ、車とかですね、そういうのの、雑誌の編集者をやってたんですけど、まあ、編集者兼記者みたいな感じですね。でそれを6年間やってたんですけど、もともと編集者というよりかはどっちかというとちょっと物書き書きたいなっていう方が強かったんで、まあ、6年間で仕事、まあ、出版業界の仕事を一応覚えて、あと人脈も作って、うん、で6年後に、今から10年前ですね、ちょうど9年前かなに独立して、うん、その後はフリーライターとして、月、まあ、週刊誌とかですね、あと、まあ、情報誌とか、うん、健康雑誌とかスポーツ系の雑誌、ランニングの雑誌だとか、あと映画ですね、最近は映画が結構多いんですけど、そういうの、まあ、本当に幅広く、月、まあ、5誌から10誌ぐらい の媒体 で、ね、取材執筆を書いてると、うん、で、まあ、今年初めてちょっと本も一冊出させていただきまして、はい、ここね、それと皆さんが見てるこの下、この下わかります？この下っていうのはこれですよ、これこれ、いやいや、これこれなんですよ、これじゃない、今皆さん見てるのこれなんですけど、この下にちゃんとですね、Amazon から買える、ありがとうございます、はい、そんな、あ、そういう風になってるんですよ、皆さんの、ね、だからちょうどね、見てるこの山井さんの下あたり、ここにもありますけども、この下に Amazon リンクが貼ってあります。ありがとうございます。ぜひ皆さん、これ別に私に手数料全然入ってこない、ね、残念ながら、はい、皆さん買ってくださいこれね、はい、出されたんですね。いつでしたっけ？2月ですね。はい、まあ、先月の、まあ、先月の3日だったので、そろそろ2ヶ月経とうかなと。うん、なるほど。いうところですね。はい。はい、ということで、ご主人様でございます。はい、で、奥様。はい。はい。はい、山口智子です。はい、ネット上、智子さん。あ、智子なんです実は。ももさん、みんな知らないと思いますけど、智子です。実はももっていう名前は娘の名前なんですね。はい、あ、お嬢様がももかももかさん、はい、
娘の名前がももかで、はい、私がともこなんですけど、あのハンドルネームはももなんです。ややこしいですね。紛らわしくて、でもね、はい、実はあの先ほど私あのお嬢様にちょっとお会いしましたけど、はい、かわいいんだなこれ。ありがとうございます。本当に、ね、なんだもうニコニコしてて。本当にこのねご両親から生まれたのかなっていう、いや本当に素敵なんですよ。もうね抱きしめたいぐらい。うちは親が違うから。いやいや、うちね息子一人じゃないですか。はいはい、男の子なんてね、うん、まあまあその元気あっていいんだけど、その女の子のねこうやっぱりそのなんていうんだろうな、まあね可愛いんですよ。で、あのねそのお嬢さんはももかさん。そうなんです。ももかさん。はい。はい、で私のハンドルネームはももで、ね、あのもうインターネットの世界でまあ大体10年ぐらい活動しているので、はいはいはい、あの娘が生まれた時にあハンドルネーム決めなきゃっていう時にふって横を見たら赤ちゃんの娘が寝ていて、それでもう単純にももってつけてしまった名前で10年間活動してます。いやいや、もうそのこうパッと見て僕はもうカメラワークに今見ちゃって、こう奥様はねこうペラッチラッと見て、その次のカットで子供の顔で、でまた奥さんの声で決めちゃおうかな、なんとね BGM が流れてきたので、ね、本当そんな感じで安易に決めて10年使っている名前なんですけど、いいですよね、はい、で今やっていることはあのもともと私リクルートで営業していまして、そうなんだ、はい、そうなんですよ、はい、でその後にあの転職しまして、うん、自分で勉強してあの建築士 の学校に行って2級建築士を取って、うん、はい、ハウスメーカーと建築事務所で働いてました、はい、へで結婚して、もう子供が生まれるもう臨月まで仕事をしてたんですよ、はい、でもあの子供が生まれるっていうことで仕事を退職して、うん、あの家庭に入ったんですけれども、うんうん、子供が生まれました、うん、10年前ですね、うん、であこれでやっと専業主婦で楽にできるなって思ったんですけど、えそう思ったの、思ったんですよ、最初は思ったんですよ、最初はあもう専業主婦でのんびりできるって思ったんですけど、なんか今が想像つかないけどね、そうなんですよ、そう思ったんですね、そうなんですよ、それで、でもあの彼はさっきも言いましたように出版社で、うん、ちょっと忙しかったんですね、まあ、編集でもう会社に泊まったりして、うん、不規則だもんね、そうで、すごい不規則で帰ってこないわけですよ、うん、で私マンションの部屋で、うん、子供と2人24時間初めての育児で、もうなんかちょっとブルーになっちゃった、ちょっとブルーになっちゃったんですね、でも1ヶ月ぐらいでちょっともうブルーが入ってしまって、うんうんうん、あの私が求めてた生活ってこんなんだったのかなみたいな感じがちょっと続いちゃったんですね、うんうん、まあ、産後うつみたいな感じで、でそれであのもう一回社会とつながりたいなって思った時に、うんうん、でもまあ生まれたばっかりの子供がいるので、うん、預けて働きに行くほどではないけれども、うんうん、何か社会とつながれないかなって思って、うん、その時にあの気がついたのが、あインターネットがあると、ほう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 、はいはい、それで、うん、あそうだ私これからインターネットを勉強しようと、で子供は寝てるんですけれども、うん、あの本屋さんで HTML とかも、自分で、はい、自分で本を買ってきてホームページを独学で勉強して、すごい、はい、それが今の本業の基礎になってますね。その頃っていうのは ご主人はその知ってたの、そういうことやその勉強し始めた、ちょうどあれだね、 iMac の最初の初期型が出た時なんですよね、はい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 、当時で、僕も会社でカラフルな色のカラフルな色のやつ、はい、5色ぐらいですね、ボンダイブルーがあったんですけど、うん、で僕は会社で iMac を使ってて、あ iMac を使ってて、で彼女もちょっと興味があったので、うん、コンピューターに、うん、じゃあ1台買おうと、ちょうど安く、いや、まあ、本当に安くなった時ですね、うん、そうですね、 iMac が、でそれを買って、そしたらね、まあ、最初はなんかゲームとかやってたんですよ、麻雀とかやってたんですけど、うん、そのうちねインターネットにちょっとハマりだして、うん、それで本当にもうなんかこれオークションだね最初ね、そうですね、あのネットオークションにヤフオクみたいな、ヤフオクですね、はいはいはい、それにハマったんですよ、はいはい、あれ最初やると楽しいよね、楽しかったですね、分かる分かる、そこですごい可能性を多分ヤフオクの時にインターネット、家にいながらできるじゃん、そうですね、そうなんですよ、うん、でインターネットの可能性に気づいて、あこれホームページが作れると何か仕事ができるかもしれないって思って、うん、まあ、ヤフオクから入って、うん、ホームページに入って、でそれからあのだんだん勉強していったらアフィリエイトっていうものに
そこへ来たわけね、はい、あの出会いまして、でもホームページはすでにいくつか持っていたので、うん、そこにあのバナーって言って、ね、広告のバナーを貼ったんですね、はいはいはい、でも全然稼げないんですよ最初はね。最初は全然、これでもうこれいくらになるみたいなね、うん、思いがあるけど、そういっぱい貼っても全然収入にならなくて、ね、はい、アフィリエイトって全然稼げないなって思って、一部の人だけなんだみたいな、ね、と思ってたんですよ、うん、思ってたんですけど、まあ、某塾に出会いまして、そこであのアフィリエイトのノウハウをもうしっかり半年間みっちり教えてもらって、半年間、はい、そしたら急に売り上げがすごい出てきて、ほー、本当にあの会社員だった時の売り上げにすぐ行っちゃったんです。そんなに行っちゃったの？はい、1ヶ月ぐらいで。それで、あ、アフィリエイトって主婦でも家でパソコン1台でできる素晴らしい可能性を持ってるなっていうことで、アフィリエイトをあの極めていきましたら、まあ、あの本当に100万円ぐらいとか150万とかいったのかな、月、はい、月に。すごいな、はい、ちょっとそれは、はい、でもかなりな努力をしたわけ。やっぱりその寝る間もだって子育てしながらでしょ。あ、そうです、そうです、子育てしながら。っていうと時間がやっぱり限られてる。そうですね、子供も保育園ではなくて普通に幼稚園に行ってたので、朝10時、早いじゃない帰りが。そうなんです、10時から2時ですぐ帰ってきますよね、うん、でまあ子供と遊ぶ時は子供と遊んで、幼稚園に行ってる間とか、あと寝てる間かな。そうですね、多分彼女は、うん、あの努力したとは言わないと思うんですけど、ほとんどやってたね、もう、はい、それこそもうし寝食を忘れて、好きなんですよ、うん、好きなんですよ、好きなんだ、好きなんですよ、だからだけどさ、最初さ、あ、これでね主婦できるななんて言ってた時は、うん、本当に主婦やろうと思ってたんでしょ、専業で1ヶ月か早いね。いや、専業主婦には向いてないなって思いました。あ、そこ1ヶ月で、 でもそこで気が付いてよかったね、はい、うん、はい、うん、でもどうしていいかわからなかったんですよ、ね、そこで、パソコンに出会って、インターネットに出会った、ね、目の前にあったパソコンに救われたんです、はいはい、ということで皆さんね、はい、ちょっとね、すいません、自己紹介が、いやいや、いいね、いいね、いいんですよ、ちょっとツイートね、皆さんこんなツイートですよ、いっぱい来てますね、こんばんは、あ、フォトグラフィーさんありがとうございます、ケンちゃん、ありがとうございます、アフィさんありがとうございます、ありがとうございます、あ、これ、あの、西塾のサポーターの、はい、はい、ケンさんですか、ケンさんです、ケンさんありがとうございます、ありがとうございます、ね、塾長、たくさん見てますよ、ってことでね、はい、はい、あ、ありがとうございます、ムーンチルドさん、こんばんは、見に来ました、ありがとうございます、安倍さん、安倍さん、なんかいっぱい来てますね、あれ豊川さん、アイコン変えたこんばんは、間に合いましたということでね、藤田さん、はい、ありがとうございます、あ、岡田さん、ジャイアンって藤子プロや小学館に了解取ったんですかと、はい、実はね、僕怖くて、あの編集者に聞いてないですということですよ、聞いてないそうです、はい、あの彼、あの私の後輩で、はい、漫画を描いてる、あ、そうなんですか、ちゃんと撮って、普通なかなか質問しないことですけどね、ありがとうございます、あ、塚越さん、ありがとうございます、塚越さんもご存知、あ、知ってます、あ、はい、ありがとうございます、はい、あ、ビオラス、ビオラス、ビオラスって何ですか、ビオラスってね、英語なんですよこれ、でね、なんだっけ、何ですか、ビオラスってありがとうだっけありがとうでしたっけ、あの僕この間、その別のユーストリームの番組があるんですよ、はいはい、ハッピーエクスプレス、サリさんの、あ、なんで知ってんの、サリさんこの前、あ、この前というか、あのツイッター記念でも、あ、なんかすごいつながりなんだよね、はい、あのね、その人が金光サリーさんって人がやってるんだけど、そこに僕が出させてもらったの、ね、これですね、そう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 、で僕パントマイムしたんだけど、あ、なんか鼻つけてた人、そう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 、はい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 、でその人が翌週僕の番組にこう出てきて、そしたら、あ、違うわ、そ、ん、いつだっけ、とにかくなんかセミナーあれでしょ、水野さんがさっき、あ、僕ですか、サリーさんってあのセミナーとは、そのツイッター駅伝なんですよ、ツイッター駅伝で、サリーさんが実況7時間ずっと実況の横で実況してた人、そうそうそう、女性のナビゲーターの方、その頃も知ってたんだ、そうです、あ、でも僕より前に知ってんだ、知ってたね、そうです、その時初めて会ったんですよ、で僕は走らんだ、皆さんすみません、なんかこっちで盛り上がっちゃって、はい、そういう繋がりだったんですね、はい、はい、ありがとうございます、藤田さん、シンディーローパーのライブやってるみたいですね、やってるみたいですね、そっち見た方がいいんじゃないですか、あ、見てないけど言っちゃったいやいやいや、はい、はい、ありがとう、あ、ニコニコ動画でやってるそうですよ、あ、いいですよ、皆さん、こっちチャンネルはそのまんま、はい、ね、はい、あ、後藤陽子さん、ありがとうございます、どの方、あ、後藤陽子さん、ありがとうございます、はい、塾、いや、お友達、お友達です、陽子さん、ありがとうございます、はい、ね、女性大歓迎ですよ、ありがとうございます、
あ、元気だ、そうそうそう、元気って、こうツイート便利でしょ、ね、何でも答えてくれるんですね、優しいですね、ありがとうございますムンチャルトさんね、元気、そう、英語なんですよ、でもそうなんですか、うん、なんかスペイン語かなんかみたいですね、そうそうそう、響きが、ね、はい、ということで、そのアフィリエイトね、はいはい、でもそれって、はい、まあさっきご主人が言ったけど、まあ、かなりそのね、やらないと、僕もね時間かけないとなかなか難しいと思うんですよ、うん、でもそこまで行って、はい、その次どうしよう、それを、うん、私自分が、うん、まあ、結局子供が生まれるまでホームページの勉強ってしたことがなくて独学でやってるじゃないですか、うん、はいはい、学校も行ってないし、はい、仕事で使ってたわけでもないし、うんうんうん、でも主婦でも、うん、きちんと勉強すれば半年でこれだけの結果が出るっていうことが分かって、これ私と同じように子供がいる人とか、うん、あとは例えば介護とかで外で働けない主婦の人たちに教えてあげようと思ったんですよ。それでもう最初は近所の主婦の人たちを10人ぐらい集めて、うん、ホームページを作ってアフィリエイトをするっていう、うん、教える塾をやったら、うん、みんな成果が出てきて、はい、これはいいね、パートに出るよりも自分の好きな時間にパソコン1台でできると、はいはいはい、子供を見ながらできるから、はいはい、これはもっとたくさんの人に、うん、教えたらいいよねっていう話がありまして、うん、それで2年前の2月に再塾を作りました、うん、あ、2年前なんだ、2年前の、はいはい、そうですね、2009年の2月ですね、はいはい、それで再塾作って、はい、すぐにも生徒さん、ですね、私と、もう一人男性のパートナーがいるんですけど、うんうん、富岡さんという方がいるんですが、うん、その人がやっていた富岡塾と私がやってた桃塾で、まあ、ちょっと宣伝をしました、桃塾っていう塾をやってたんですね、すごい、そしたら何人ぐらいだろうな、でもまあ 4,50 人ぐらいはすぐ入りまして、すげえ、そんなに、はい、はい、それでもインターネットのオンライン塾なので、オンライン塾なんだ、そうなんです、そうです、ね、それはね基本的には、はい、はい、そうなんだ、あ、再塾は今でもオンライン塾、あ、オンライン塾なの、そうなんです、あ、リアルはたまにっていうことで、リアルはたまに、基本はオンライン、基本はオンラインなんです、それで集客も全部インターネットで、ブログとか、まあ、メルマガとか、今だったらツイッターとかフェイスブックで、はい、集客をしていって、い今それで全部で230人ぐらいかないるんですよ、は、塾生さんが、すごいな、はい、素晴らしいんですな、はい、それで、まあ、あさみさんだ、はい、あ、あさみさん、こんにちは、ね、はい、この方何でしたっけ、あ、ようこさん、ようこさんね、あ、読んでいただいてありがとうございます、はい、喜んでますよ、はい、この方が、あさみさんですね、あさみさん、ももさん、たくさん主人と見てますよ、ご主人、よろしく、ご主人、ありがとうございます、そう、それで、まあ、はい、ホームページも、うん、アフィリエイトをやっていたらホームページも作れるようになって、うん、で絶対必要なのがアフィリエイトってホームページを作ったらそれを、うん、にアクセスを集めないといけないんですけども、はいはいはい、SEO 対策なんかもしっかり学べるんですよ、はいはい、なのでホームページの制作とか SEO 対策とかそういったものが全部もう身について、ね、もうそれそのまま会社にしちゃいました、ホームページ制作と SEO で、え、会社にしちゃったの、はい、会社、私会社にしてるんですよ、ああ、そうだ、はい、その会社でもそれ仕事受けてるんだ、あ、受けてます、受けてます、はい、すごいね、はい、ももさんありがとうございます、すごいね、すごいね、すごいな、はい、やるね、はい、やるな、いや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 、見直したよ、はい、よかったね、これ会話できて、へえ、そう、ね、そう、はい、素晴らしいわ、はい、で、まあ、2年前から始めて、はい、今230人ぐらい、230人ぐらいです、で、まあ、オンラインはオンラインっていうのは、はい、何、そのアーカイブで何かを見るとかそういうことなの、SNS が、そうですね、メインは SNS ですね、はい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 、そこの掲示板に、まあ、質問をしていただいて、はい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 、サポーターが答えて、そういうことね、はいはい、であとはもうテキストも全部オンラインで PDF ファイルとか音声とかで出してますね、はいはいはい、それで何かその講師の方がその動画みたいのでこうあれもある、一応動画もありますね、はい、あとスカイプ使ったりとか、スカイプもありますね、あのコンサルティングとか相談するときはスカイプっていう形で、いやでもこれはね、あ、それどのぐらいの期間決まってますか、一応4ヶ月です、4ヶ月、はい、お高いんでしょう、ここにあるんですけど、はい、高いといえば高いし安いといえば安いんですけど、いやいやいや、一応4ヶ月で9万8000円です、そんなどっちの絵ですか、安いじゃないですか
びっくりしちゃった。ありがとうございます。だって今聞いたらどう考えても9万9000でしょあんまり面白くないですか。すいませんね。そうですね、まあ、9万8000なんですが、そこで、テキストが4回出て、で、あと、自分専用のホームページを1つ、プレゼントするんですね、ここですね、入塾特典、あなた専用ホームページ作成付きっていうことで、まあ、ビジネス用でもアフィリエイト用でも1つ、ホームページを作ってプレゼントするっていうのがついてます。なのでホームページがついて9万8000円なので、結構安いのかなと思いますね、これは10ページまでのホームページを作るんです、1月9万8000円、いえ4ヶ月で9万8000円です。安い。本当ですか。安い。いやいや、一月9万8000円かと思ってたから。いやいや、で5ヶ月目からは2980円で永久にずっとこうサポートが続きます。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、今塚越さんから、LINE ま。まだ、さっき。あれ、ちょっと待って。LINE、ね。あ、本当だ。なってましたね。塚越さん、ありがとうございます。モノさんは治ってますね。治ってますね。LINE ですね。LINE ですね。はい。ありがとうございます。これでちょっと、はい、はい、ということでちょっとツイートをご紹介しましょう、はい、ですね、あ、シンガリズム、シンガリズムさん、さっきさ、あのツイートしてくれた人じゃないの、清水さん、清水さん、ああ、清水さん知ってる、知らないあ、さっきツイッターで、あれ、しんがりの清水くんでしょ、なんでこれアイコン真っ白なの、これこれ何、なんでしょう、ね、さっきあのツイートでさ、水越さんは僕の師匠で す、あのね、あのビジネスメールのインストラクター一緒にやってるんですけど、す彼は、ええ、あの自分でやっぱり起業してるんですよ、で、あのいわゆるそう、なんていうの、今やってるのは面白いんだよね、屋外広告エージェンシーっていう、屋外広告を取りまとめるサイトを自分で、ポータルサイトを彼は作れば何でも仕事になるって考えてる人間で、面白いんです発想がね、宣伝しましたよ、ありがとうございます、はい、見てくださって、ツイートしてくれたの、はい、ツイートしてくれてました、ツイートしてくれました、知り合いかと思ってた、知り合いじゃないです、はい、アフェリエイトすごいですねということで、あ、おばちゃんもすごいと言ってます、今日はジムトレーニングしながら見てますとね、清水くんありがとう、フォトグラフィンさん、やっぱり SEO 体制は避けて通れませんね、はい、そうですね、やっぱりね、はい、あの今そのほら Google を抜いてその滞在時間の Facebook が高くなったとはいえ、はい、やっぱりみんな基本的にはググってね、うん、調べて、ね、両方必要ですよね、ソーシャルメディアと SEO と、ね、そうなんですよ、うん、塚越さんありがとうございます、ご指摘ね、あれライターになってる、ライターになりましたよ、はい、ありがとうございます、お、福島さん、前回登場してくれた不動産屋さん、あ、そうなんですね、あのビジネスメールの私の受講していただいてね、あ、 そうなんですね、そのメールをのおかげで、もうすごい契約を、素晴らしい、素晴らしい、ね、ありがとうございます、安い、あ、ほらほら安い、ありがとうございます豊和さん、豊和さんありがとうございます、ありがとうございます、これ豊和さんってさっきの豊和さんだよな、あ、そうそうそう、あ、すごいアイコン入れたんだね、はい、阿部君素晴らしいね、ありがとうございます安いって言ってますよね、はい、はい、まあ、あの、そう、その何、まあ今やってて、今もじゃあ募集してるんですか、ですね、実は募集してたんですよ昨日までは、はい、昨日まで、うん、はい、あの3月10日から募集してたんですけど、うんうん、次の日に地震が来てしまって、で、まあ、サポーターが10人ぐらいいるんですけれども、うんうん、まあ、計画停電があったり余震があったりで、ちょっとサポートが万全にできないかなということで、ちょっと募集時期をずらそうということで、うんうんうん、昨日発表したんですが、5月にもう一回、はいはい、仕切り直しということで、今一旦募集を打ち切りまして、ね、はい、ま、次の昨日募集は5月連休明けを予定しています、殺到しますね、きっと今もすごくあの入りたいっていうメールはすごくたくさんいただいてるんですけれども、いや、僕も入りたいな本当ですか、いやいや、面白いな俺も入りたいなので皆さん、5月にこれすごいんだよこれ、あのユーストリームでね、ええ、言うでしょ、ええ、あの明日私セミ、この間ね、あの、ええ、小川
愛子さんって、はいはい、侍コピーライターさん、そうそう、はい、彼女出てもらったんです、はい、で告知ありますかって言ったら、うん、私明日なんですけどセミナーあるんですよって言ったら、うん、それから3人申し込んでくれたんです、ニュースリブでですよ、すごいですね、すごいんですよ、だからね、さすがメディカツ、いやさすがメディカツね、さすが、さすが、だからあの告知があったらぜひね、あの言ってくださいね、あ、分かりました、あるよね、いろいろね、また最後ね、最後ね、はい、はい、でまあこれからねまたじゃあ改めてね募集はするということですけども、はい、そうです、一応それがメインなの、はい、再塾、そうですね、半ぐらいか、あ、そうなの、私がやってることですか、うん、はい、半々ですね、それがもう一つ、はい、まあ、再塾がメインのビジネスなんですが、うんうん、もう一つはまあホームページ制作と、うん、あとこういうブログのカスタマイズ、アメブロのカスタマイズ、はい、アメブロのカスタマイズなんかもやっています、やってるんだ、はい、僕のサイトとかは、あ、そうですね、あのここにもちらっとありますけど、はいはいはい、主人のサイトなんかは、はい、うちの会社でカスタマイズしてます、へえ、はい、そういうのやってるんだ、はい、こういったこともやってます、はい、これもモモさんのブログ見れば出てるの、出てます、出てるね、はい、はい、ということでね皆さん、はい、よろしくお願いします、そういうことを やられてる、まあ本当に幅広くねやられてるんですけども、はい、でその、まあ、子育てしながらやってたんだけど、その、まあ、お嬢さんも今、まあ、4年生になったって、今も4年生ですね、それはね、さっき何度も言ってますけれども素晴らしいお嬢さんなんですよ可愛くてお見せできないので残念なんで、今ね私の自宅の方でうちの息子と一緒に遊んでます、ね、遊んでもらってます、遊んでもらってます、本当に可愛いんだわ、ありがとうございます、で、あ、まあその話はまたですよ、はい、今度家庭のこと言うからね、でご主人、はい、さっき言ってた、はい、ジャイアン、ね、イチローともジャイアンとも初対面で仲良くなれる本、はい、私もね読まさせていただきましたよ、ありがとうございます、いかがでしたでしょうか、いやいや面白かったですよありがとうございます、これそうなんですけどね、はい、ちゃんと付箋が、あ、ね、あって、ね、はい、ね、私今日初めて会ってお会いできて光栄です、ちゃんと言っていただきましたあ、そうでしたね、これ皆さんね、そうでした、あの瞬間見抜かれてると思いますよ、ね、相手を見抜く最終兵器、褒め挨拶、お会いできて光栄です、これですよ、ね、ちょっと相手が喜ぶようなね、歩くよ、喜ぶようね、でこれうちのかみさんも読んで、はいはい、でうちの息子がね、うちの息子で結構本読むの好きなんですよ、漫画描くの好きなんだけど、はい、で置いてあったのを見て、ええ、ジャイアンに反応したんですよね、反応しますね、うん、で、あ、ちょっとお父さんこれ見せてって、で部屋持ってって、で何時間も聞いたら、あ、まあ、あの本ちょっと返してって言ったら、あ、読んだからいいよって、え、読んだの、全部読んだ、へー、嬉しいですね、そうしたらなんかね、友達、初めて会う友達、お会いできて光栄ですよって言ってるわけ小学生が、そう、小学生がお会いできて光栄です、何のこっちゃ光栄じゃない言われた方は、小学生がね、お会いできて光栄ですって言われたらちょっとびっくりしますけどね、そうですね、うん、小学生流にちょっと変えてほしい、そこアレンジしてほしいですね、いや、あれで見抜けんのかなと思ってねちょっと面白かったですね、でもね、面白いって言ってましたよ、あ、本当ですか、息子が、小6の息子が、ビジネス書ってまあいろいろあると思うんですけど、結構やっぱ硬いのとかって、はいはい、今の時代にはちょっとこうそぐわないかなっていうのがあって、うん、もう誰でもこう読めるものにしたかったんですね、うん、で本当にだからね、お子さん、子供の方とか読んでくれるっていうのは本当に、うん、自分にとっては褒め言葉ですね、なるほどね、うん、そこまでちゃんと分かりやすく、面白い面白いって言ってましたよ、本当ですか、うん、それ嬉しいですね、うん、うちのかみさんも本好きなんだけど、はい、面白いって言ってました、ありがとうございます、本当に、はい、意外とね、女性の方が面白いと言ってくるてるんでね、ちょっと予想外だったんですけど、本自体はどっちかというとやっぱり男性目線で書いてるんで、男性読者を一応意識して書いた本なんですけど、うんうんうん、まあ、女性は女性で動物占いとかあるじゃないですか、はいはいはい、ああいう感じで、ね、そういうこうちょっとねタイプ、なるほどね、あの人ってこのタイプだよねとかっていうのをちょっとこう楽しめるような、そうなんだよね、でこれ自分は何タイプかなってやっぱりみんなみんな聞きますね、みんな聞くね、でしょ、みんな聞きますね、それでその自分は何タイプかっていうのはそこにはあえて書いてないんですね、うんうんうん、あ、そうだよね、うん、そこまでちょっと盛り込んじゃうと、うん、ピントがボケちゃうと思ったので、ね、あくまでも相手を見抜くっていう本にしてあるんですけど、けどやっぱり読んでみるとじゃあ自分は何タイプだっていうのはすごいみんな気になるみたいですね、うん、いやだから僕これ読んだから、はい、
会うのにこう2人がお話しするのにすごくプレッシャーがあってちょっとこれどうしようかなと思っていろいろ考えたい、そう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 考えた時はまあ自然体で行くしかないなと思ってね。いや水越さんはもうね、いや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 本当にね、水越さんね、僕ね、メディカツすごい出たいと前から思ってたんで、出たいっていうか、まあ、見てて、あの水越さんの僕はファンなんですよ。え、はい、もう一回言ってください。僕今何か言いましたっけ。もう一回言ってください。水川さんのファンなんで。あ、そうですか。はい、僕も結局あのインタビューなので、あ、こういうのを書いたわけじゃないですか。そうだね。けど水越さんって本当にいろ、それこそ僕以上にいろんな方と本当に話されてね、その1時間なり1時間半なりをね、盛り上げてやってる、ちょっとね見習おうか。いやいやいや、ちょっと盗みに今日来たんですけど、ね、何をおっしゃいますやら。あのでもよく考えると、はい、いや僕自身も、うん、あれ僕ちょっと人から話聞くのうまいのかなって思ったりしたんだけど、よく考えるとここに出てくれる人ってみんな似てるんですよ、タイプ。やっぱりみんなほら表現したりとか好きだし、話したりっていう人が多いから、勘違いしちゃダメだなと。いや、そんなことないんですよね、うん、やっぱり上手ですよね、うん、上手ですね、ありがとうございます。それで言っていただけるとね、本当嬉しいです、ね、上手プラス、多分水越さんの場合ってあのね、いい意味で隙があるんですよ。はあ、なるほど。隙がある、うん、なんか、ね、自然体だよね。自然体です。だから、そうだね、あの相手を本当に相手に気使わせないっていうか、あ、なるほどね、はいはいはい、なんかこう、それ嬉しいな、リラックスこうできるっていうか、それはなかなかこう自分でこうやろうとして思ってできることじゃないのかな。あ、そうです、うん、そうですね。私も初めてで緊張してたんですけど、あ、皆さんね、お会いしたらね、今日、私今日ね、お二人と初めてなんですよ、はい、初めてなんですけど、ね、すごく最初から気さくにお話ししていただいて、うん、それはね、あの私もそう思いました。すごく話しやすいなと思って、ね、すごく話しやすかったです、私も本当、とても初めて会ったよ、初めて会ったよ、ね、なんか嬉しかったですね、いっぱい来てますね、はい、ちょっとツイートをね紹介しますね。あ、すごいな、なんか、どっからだ、あ、ここね、シンガリズムさん、シンガリズムさん、 iPhone でやってるんでユーストと Twitter が連携してないのかも、ありがとうございます。なるほど、あ、なるほどね、今日は iPhone で見たのね。フォトグラフィーさん、ところでアフェリエイトは主にどんな商品を扱っているんでしょうか。あ、私に聞いてるんですか、そうですね、いろんなもんでしょ。もう本当に何でもやります、うん、アフェリエイトで別にこれに今でもやってる、今はほとんど私は自分ではやってないんですけれども、当時はもう本当に毎日毎日作っていたので、あのホームページを、うん、でそれで何百も持ってるんですけど、ありとあらゆる商品を扱ってますね。あ、だから、まあ、さっき最初に言ってたけど、最初にアフェリエイトやるときにこうとにかくバナーを貼ればいいと思うけど、はい、結局そこに来てもらわなきゃ、そうですね、意味ない。だからその記事を書いたり、そうです、そうです、記事の方がむしろ大事かな。記事を読んでその後クリックするみたいな。そうですね、やっぱそうなんですね、はい、そこに動線をこう作ってあげるっていう意味で、ね、もう本当にいろんな商品を扱ってます、はい、だからその記事書くのがまた大変じゃないですか、だって、はい、なのでやっぱり自分の得意な分野には偏りがちですけどね、まあ、やっぱりね、はい、あ、そうだね、はい、シンガリズムさん、宮北さんのリツイートから絡ませていただきました。清水さんですよね、はい、宮北さんって知ってるんですね、はいはい、宮北さん、北うちのクライアントさんです、あ、ね、はい、はい、ありがとうございます。さすが職業水越さん、電気来ているので視聴しています。あ、計画停電、アポロン企画さんですよね。あ、そうなんですね。ちょっとね、これツイッターの ID って、ね、すごく分かりづらくてね、分かりにくいですね、このアイコンから判断してますけど、星野さんですよね多分、ありがとうございます、あ、福島さんね、あ、職業水越さん、あのね、私あの小川さんが来た時に、はい、僕ね質問、いやね、僕ねプロフィールとかそういうその職業の欄があって、はい、印刷会社なんだけど、はい、やってることがいろいろじゃないですか、ビジネスメールのインストラクターだったり、まあ、セミナーのいろんな講師だったり、だから僕印刷って書けないんで、職業がねいつも悩むんですよ。そしたら小川さんが水越していいんじゃないですかって言われてあ、そうかと思ったんだけど、思ったんだよその時は。でも書けないですね、やっぱ職業に水越とは、ね、書いてほしいですけどね、はい、ありがとうございます。豊川さん、さすがメディカツ、アフェリ興味あります、楽しそうですね。あ、アイコン書いたんだね、はい、ありがとう、うん、藤田さん、面白い本の題ですね、買ってください、ありがとうございます、ね、お会いできて怖いですという小学生陽子さん、陽子さんでしたっけ、そうです、ね、陽子さんね、ありがとうございます。すげえ小学生素直だ、お母さんありがとうございます、ね、あ、ヌンチャルさん、家に2冊あります、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます、
フォトグラフィーズは小学生でも読める。そうですよ、小学生でも読めますよ。あ、福島さん、たった今注文しました。 ありがとうございます福島さん、ありがとうございます。あ、井上さん、あ、井上さん、こんばんは。ももさん、こんばんは。井上さん、どうもです。井上さん、どうも。井上さん、井上さん、2冊ぐらい買っていただいて。あ、そうなんだ。あ、そう、僕ね、井上さんのサイトで、はい、知ったんですよ。あ、出てるじゃないか。貼ってありますもんね。はい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 、はい、それで紹介していただきましたね、はい。絵も多様で読みやすかったです。イラストが面白いってね、よく言われるね。イラストありがとうございます、ね、面白いね。こんばんは、白水です。白水さん知ってる友達、医学部合格。ああ、知ってましたごめんなさい、私が知ってました相当失礼ですけどね。これは生中継で編集できませんから、ね、すいません、はい、白水さん、ありがとうございます。じゃあもう一回いきますね、ここからね、はい、こんばんは、白水です。白水さん、ありがとうございます知ってる方なんですね、はい、この間出版が決まって、出版セミナーに来ていただいて、その後出版が決まった。山田さんの、山田さんの、はい、山田さんご活躍ですね。セミナーに来ていただきましたね。それで出版決まったのみたいですよ。わ、素晴らしいね、はい、この時にいらっしゃってたんですね、はい、はい、あ、芸人だからね、水玉三郎って。よかった水玉三郎って僕のあの芸名なんですよ。芸名なんですね。そうなんですか。あの一応作曲したりもするんで、水玉三郎っていうね。あ、そうなんですね、かっこいい名前でしょ。かっこいいですかね。あ、水越さんファイト。水越さんは穏やかダンディズムです、はい、ありがとうございます。その通り、職業水越さん、ありがとうございます。福島さん、初対面とは思いませんね。本当に思えないですね。本当そうなんですよ。藤田さん、類は友呼ぶ。うん、あ、ありがとうございます。本当その通りですね。はい、褒めてみました。ありがとうございます。あ、塚越さん、夕ご飯食べながら視聴してるんで、つぶやき少なめです。すいません。食べてください。食べてください。塚越さん、ありがとうございます。何食べてるんですか。ありがとうございます。あ、星野さんね、あのアポロン企画ね、ありがとうございます。あ、ケンちゃんだ。ケンちゃん、また読みたくなってきた。読んでください。読んでください。ありがとうございます。これツイートいいでしょ。いいですね。嬉しいですよね。これ嬉しいんですよ。嬉しいですよ。これだけツイート来るってやっぱすごいですね。嬉しいですね。嬉しいですね。嬉しいんですよ、皆さん。だから僕はこれ愛のツイートとね。愛のツイート。愛のツイート。これがないとね、全然盛り上がらないです。あ、そうなんですね。盛り上がりますけどね。でもこれがあるともっと盛り上がるもんね。もっと盛り上がるんですね。はい。そういうことなんですよ。はい。はい、また来ましたね。ちょっとね、雨の甲州街道。あ、ありがとうございます。これ僕の名曲なんですよ。雨の甲州街道。雨の甲州街道。ラブクラクションという名前なんですよね、はい、今度聞かせてあげますから、はい、ぜひ、はい、本も買わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。白水さんですね。あ、そうね、白水さんね、はい、フォトグラフィーさん、地元の図書館に入れてもらうよ、リクエストしようかな。ぜひリクエストしてください。買いよって、まあ、買ってなおかつリクエストってことでね、はい、はい、ありがとうございます。嬉しいですね。あれ、はい、今それじゃあその本をいろいろ宣伝されてる、はい、今宣伝してます ね、 ね、はい、なかなかけど、あの出版社も今厳しい時代なので、なかなか大々的に宣伝していただけないので、うんうんうん、まあ、自分でできる範囲の、はい、ね、本当ブログだとかツイッターだとか、あとは本当に、マスコミ、まあ、プレスですよね、プレスに取り上げてもらえるように、まあ、自分で働きかけてみたりとか、まあ、知り合いの編集者にね、ちょっとこれはね、いいですよね。僕、はい、今度6月に出るんですよ、本が。おめでとうございます。おめでとうございます。実はもう去年の5月からそういう話になったんですけども、ね、はい、なかなかですね、原稿は、で、まあ、はい、いわゆる出版社のさんの方も、はい、なかなかこううまくコミュニケーションが取れてなかったんですけど、はいはい、この間ちょうど、うん、久しぶりに電話がかかってきて、はいはい、ちょっと打ち合わせしましょうって言って、ちょっと担当の方が変わっていただきました、はい、その方がすごい一緒にやる気をこう、あ、よかったですね。その日が11日だったんですよ。そうそう、それを終わ、そうそうそう、終わって帰ろうとした時にあったんですけどもね、まあそれでちょっと6月になんとか出そう、ね、まあ、今最後のね、はい、このこうかけて、それビジネスメールの本、そうなんですよ、ビジネスメールの本ですよね、ビジネスメールの本で、まあいろいろ出てますけども、うん、僕なりにこう分かりやすく、基礎から、はいはい、であとはその最近、まあ、ソーシャルメディアも、うん、そのビジネスメールのことを学ぶことによって、うん、まあ、見えない顔の見えない相手とね、コミュニケーションを取るのに、そうですね、やっぱ文字情報だけじゃないですか。うん、そういう落とし穴がいろいろあるよって、こうやれば相手が気持ちよく、お互いコミュニケーションできるよっていうことをね、はい、書かせていただいてるんです。楽しみですね。面白そうですね。ありがとうございます。まあ
でいろいろねその、まあ、出されてるんでこういろいろご指導ね私もね、はい、いやいやもう、私にも喋れることであれば何でもお話しますのでありがとうございます。で、まあ、これ初めてですねこれは、はいね、でもご自身もそういう、ね、仕事から出したいなというのは前から、ね、そうですね僕はもうずっと雑誌畑の人間だったので、うん、書籍ってまたちょっと雑誌とは違う世界なんですね同じ出版界でも、ね、ちょっとだから全く僕は書籍の世界知らなかったんですけど、やっぱりそうですね、まあ、もともと物書き志望だったので、うんまあ、一冊は出したいなと思っていて、ね、これ大変でしたこれねこれすごく1時間半ぐらいで読める本なんですけどここにたどり着くまでは大変でしたですよね、はい、特に、まあ、書き始めるというかその12のタイプにこれ相手の性格を分けてるんですけど、はい、その棚卸しっていう部分にすごい時間を費やしましたね。どういうタイプに分けたらいいのかっていうところですよね、はいはいはい、これ結構その学生さんとか、はい、割と若いそうなんですよ実は ね本当就活中、まあ、これからそれそれ、ね、そう就活中とかこれから社会人になるフレッシュマンの方とか、うんまあ、今ちょうど ね4月の季節なのでいいですよ ね本当に苦手じゃないですかそういうのね。そうですね、うん、今だからインターネットの時代でインターネットの時代になるとよりこうリアルな関係ってもっと大事になると思うんですね、うんうん、そうだね、うん、そういうのでちょっとお役に立てればなと思っていて本当は大学の生協とかに入れたいなと思って働き、まあ、出版社の方には言ってるんですけどなかなかやっぱりそこは難しく問題が今ね生協の担当の方見てると思うんでぜひね今日の担当の方、はい、お願いします。高書房という出版社さんに問い合わせてみてください。浦さんだ。あ、浦さん。浦さんありがとうございます。この富士山大好きっていう。静岡県。水玉三郎ってとこでなんか繰り返されてますけど。水玉。あ、どこで切る？どこで切るのか。さすがですね。水玉です。玉で切ってください。玉で。玉で。はい。水玉三郎ですね。はい。あ、フォトグラフィーさんね、単なるセルフツッコミですね。ぜひ図書館に働きかけお願いします。藤田さん、水越さんの本が出るんですね、おめでとうございます。ありがとうございます。福島さん、追加で注文しました。ありがとうございます。地元東海大学生さんにプレゼントします。ありがとうございます。ありがとうございます。福島さん、福島さん本当すぐ行動してくれるんだよね。あ、ありがとうございます。モンチャルドさん、水越さんの本楽しみにしてます、うん、ありがとうございます。分類マニアですか。分類マニア、分類マニア、分類マニアっていうほどでもないですけど、うん、けどそうですね、なんか男ってちょっとそういうこう、はいはいはい、整理したりするのって、はいはいはい、好き、まあ作能的なこととかってちょっと好きなところはあると、まあその辺は好きかもしれないですね。うん、あ、フォトグラフィーさんがね、大学生協名案ですねということで、あ、山田さん、さあ来ました山田さん。あ、山田さん、くちゃんこんばんは、遅くなりました、今から参加です。山田さんの話はもう終わりました、ね、終わりました、ついさっき終わりました。以上です。いや山田さんのね、もう本当にね、もう本当にこう、もう三単の言葉しか出てこないというね、はい、そうでしたっけ。でもあれですよ、山田さんに来てもらってセミナー、そうです、そうです、はい、西塾で山田さんに来ていただいて、いや、ね、出版セミナーをしていただいて、ね、セミナーしてもらいたいね、それから出版決まった方たくさんいますので、彼もそうだし、実はもともとね、ライター向けのインタビュー術を書こうと思ってたんですよ、うん、山田さんにそれじゃ売れない、バッサリ知られました。さすが山田さん、さすが山田さん。そっからですね、僕練り直したの企画を、はい、そこでまたねちゃんと練り直してやるってとこはね、山田さんガーンとか言っても大丈夫ですよ。アーカイブ見てくれば分かりますから、はい、もう山田さんのことも本当に、はい、ちゃんとカットしてありますんで。カットしてないし、簡単ですよ本当。山田さん素晴らしいです。山田さんはね、本当に僕ね、はい、高木さんの、はい、会社の小さな会社の応援団の勉強会で、はい、山田さんのセミナーに参加したんですよ、うん、初めて。そうなんですか。すっごいその時にいろいろ知りました、その出版のこと。で、山田さん話もうまいから、はいはい、うまいですよね。うまいでしょ。うまいですね。このぐらいでいいですかね。予定通りですね。いやそんなことないですよね。いや本当に本のチャリティーのことは言わないの？本のチャリティー、まあ最後に、最後に、はい、水野さんから、はい、今ほら注文してる人がいっぱいいるから。ああそうだ、ね、あ、じゃあいいですよ、言っても。あ、ね、あ、そうですよね、まあ震災があったじゃないですか、はいはいはい、でなんか自分にまあできることないかなと思っていて、はい、まあ、ない
頭で考えたんですけど、あのブログの方にちょこっと書いたんですけど、はい、このそうだまだちょっと待ってこれ 見せますこれそうですあ見せていただいてもいいですか。このね1個前の記事なんですよね。ちょっと待って、ね、はい、1個前はどうやって見るの、いや見せられますよ。ちょっと待ってね、これの1個前はそうですね下からここの記事のところで、ね、これですね、はい、これ、はい、これ、はい、それで僕から直接あの私がまあ本にサインをさせていただいてサイン本をまあ買っていただいた方にはというあの買っていただいた方にはサイン本をお送りしまして、はい、その金額を全額一応全額あの寄付させていただこうかなと思ってまして、被災者義援金にさせて、ね、寄付させていただくということですね。そうですね、はい、素晴らしいですね。送料もこちら持ちだから、ね、あのアマゾンで買うのと一緒なんですよ金額は。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあいいですよねこれね、はい、なのでこちらから買っていただけると、はい、あ、そうそう、この申し込みフォームから、はい、そうです、本も買えるし、はいはいはい、あの義援金にもなるんですね。でね、僕自身も本を読んでいただいて嬉しいですし、まあね、本を買っていただいて、そうですね、本買っていただいた方もね、自分があの本買ったお金で、はい、それが義援金にあの、はい、使われると多分嬉しいですよね。思いますしね、皆さんこちらのブロンからね行けますので、はい、私も出てますけどここにね、ぜひ、こちらから、そうですね、もし、はい、あのサイン本なんであのきっといらないと思っても売れないと思うんですけどいやいやサイン本めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。あ、そのサイン本に、うん、あのハンコが押されてるんですけど、はいはいはい、そのハンコは娘が消しゴムで作ったハンコなんです。消しゴムハンコこれ今ね皆さんかなり来てますよこれすごい可愛いんです、そのハンコが。いや泣けますね、はい、みんな家族でね頑張って作ってくれました、はいはい、わーねー素晴らしいですね。で、まあ、今のはブログからね、はいはい、いけるということでね、はいはいはい、でぜひ皆さんこの本を買っていただきたいということです。それとですね、はい、ちょっと奥様のお話に行きたいんですけども、はい、今あそのさっき言った歳塾が、はい、まあだまあ、半分ぐらい、ね、あとは会社、はい、会社ですをやってらっしゃるということで、はいはい、いわゆる起業されたってことですね。そうですね、起業しましたね。それはいつなんですか。うーん、5年ぐらい前ですね。そうなんだ、はい、それで今その起業っていうのは進めてる方なんですか。はい、進めてます。進めてます。はい。あ、はい、主婦の方ってやっぱり世界がすごく狭くなりがちなんですよ。うんうん、で結婚して子供が生まれると、うんうん、もう何々ちゃんのママっていう風に言われてしまって、うん、もう自分の名前がなくなってしまって、うんうん、で若い時は自分でも勉強したり仕事も頑張ったり、まあ、海外に行ったりいろいろなことをしていた人たちがもう一括りに何々ちゃんのママ。もしくは何々さんの奥さんっていう風にされて、うん、自分自身がこうなんかなくなってしまってるような気が私はしたんですね、うんうんうん、それで、自分で起業して自分の名刺を作って、うんこういうことをしてますっていう風にこう自分一人でこういろんな人と会っていくと世界がすごく広がるんですよね、うんはいはいはい、で自分の好きなことで、はいそれを仕事にして、うんお金も入ってきて経済的に豊かになって社会の役にも立つっていうのがすごくあの主婦の自己実現にもいいのかなということで別にすごくたくさんあの稼ぎましょうとかそういうことではなくてまあ5万でも10万円でもまあ主婦の人たちが好きなことを仕事にして収入を得ることで経済も回っていくのかなっていうふうに考えてます、ね、だから今その、まあ、子育てって言ってもその例えば小さい頃は、まあ、保育園にね、うんうちなんかも子供保育園行って、はい、うちのかみさんも一緒に働いてたんですよ。あ、そうなんですね。でうちのかみさんもパソコンとか全く知らない人でしたから、うんうん、それが、まあ、今このパソコンで、うん組版とかねそういうのもやるようになりましたけども、うんまあ、それでもパソコンのことは分からないです、うん、私に聞かないと分からないけども、うんうんそういうことで何て言うんですか、まあ、子育てもしつつ、うん、自分でもその何かその役に立ってるっていうね、うん参加してるっていう、それはありますね、うん、そうですね、そういう気持ちがやっぱり充実感みたいなのは、ね、そこはすごい大事ですよ ね、大事ですよね。やっぱり大人になってから新しいことを勉強するって楽しいんですよ、うんうん、で歳塾に入ってきてあの主婦の人たちが初めてブログを始めたりツイッターを始めたりもうちょっと頑張るとホームページも作れるようになるんですけど、うん、そうすると
今までこの自分がホームページを運営するなんて夢にも思っていなかったことが自分でできてしまう、うん、すごく世界が広がって自分から情報発信していくっていうことで世界が広がっていって楽しいって皆さんおっしゃってますね。でうちのカメさん今さっき絵をね、はいはい、あれしたじゃないですか、はい、ですごい素晴らしい絵ね、素敵だったね。そういうの全然やったことなかったんだけど、うん、去年か一昨年ぐらいにそのある絵を見て、うん、でそのか書く本を見たらあこういう書き方があるんだっていうのを知って、それが長澤誠さんという方なんですけども、あのその方の絵をすごくこう感激して、あこうやって書くんだって言って自分で書いたらすごく書けるようになってすごい好きになって、もうその方はもうどっちかというと、まあ、日本でも、まあ、知ってる人は知ってるんで海外で割と有名な方なんですけど、しかもその方が同じ市内にいたっていうこともあって、その方の教室に実は通い始めて、自分の夢はその自分で教室をね開いて皆さんにこう素晴らしいですねっていうのをね今夢で一生懸命やってるんですけどね。いいですね。でも嬉しいじゃないですかね。そうですね。どうですか奥さんを見てて。いや頼もしいですね。あの頼もしいっていうか本当にあの今まさにあの水子さんもお話になったように、もう自分のね好きなこととか強みを本当に生かして、あの小さくてもいいんで起業するとかね、そういうことがやっぱこれからの時代は特に女性はね、うん、やっぱ今はまだ女性って再雇用とかもすごく厳しいですし、うん、そういうね男女雇用機会均等法とかってまあ一応ありますけど、うん、まだまだね、うん、あの一回こう退職した方が、元の会社に 戻れるっていうのはなかなか難しいので、うん、それであればね、本当にね自分自身の能力をこう発揮できる場所を見つけるというかね、あれなの山口さんは家その家事とかっていうのはどうすごい手伝ってくれてます、ね、はい、そう、もうあのうちはちょっと、まあ、変わってるかもしれないんですけど、本当にあのもう3人僕と妻と娘が3人が3人とも自分の自己実現をすると、そのためにお互い協力できることはするし、素晴らしいな、誰が何をやるっていうのは全く決まってないんですよ。決まってないんです。もうやれる人がやれる人がやるんです。娘もだからすごい家事手伝ってくれるんです。うわ、洗濯物とか畳むのは娘の仕事なんです。素晴らしいね、はい、それはだけど割と小さい頃からそういうふうにあれでしょ、ね、最初はねお手伝いみたいな、そうですね、娘はね、そうですね、まあ、最初からやってました ね、そうだよね、最初は何もしなかった。僕はね最初はだからなんでしょうね、奥さんは子育てをしてっていうふうに思ってたんですよ、鹿児島の九州男児なんで。いやいやいや、あのね、割と僕も今もそうなのよ。あ、そうですか。僕ね、家のこと何にもしなくてそうなんですか。そう見えないですね。何もしない。でも何もできなかった。何もできなかった。何もできなかった。でも、どうしてそうするの。その彼女が先ほどあのインターネットの塾にあの自分で入ったっていう時期があったじゃないですか、まあ、結構高額なあの塾だったんですけど、はい、その時にすごいやり合ったんですよ。すごい喧嘩しました。すごい喧嘩したんですよ。それがあったんだ。ありました。もう明け方までの喧嘩を何十回したか。そうなの。毎日朝までの喧嘩を、はい、ね、それがあったんだ。ありましたね。負けなかったんです、私は。負けない。いや負けないと思うわ。でも自分はこれがやりたいんだと、もうずっと押し通して、うん、それでご主人は、はい、いやそんなこと言ってもやっぱり家のことやってもらわなきゃみたいなというふうなことをやっぱり言ってましたね、うん、当時は言っていて、うん、やっぱり平行線なんですよね、うんうん、いつまでどこまで行っても、はいはいはい、何を話しても、うん、でやっぱある時に、まあ、お互いそういう状況ってあんま良くないなっていうのはだんだん気づいてくるじゃないですか。だんだん、ね、ちょっとそんな状況が続いたら、楽しくないもんね、うん、まずいなっていうのも分かってて、まあいろいろまあね、あの本読んだりとか、まあ自分たちで考えたりとかっていうのもあったんですけど、やっぱり相手って変えられないじゃないですか。そうなんだよ、自分が変わらないとね、うん、自分が変わらないといけないんで、うん、じゃあ自分で変えられる部分は自分で変えようと思って、そこへ来ましたね。そこはまあやり合いましたからね、 それがあってね、その果てにいやー、それは聞いてよかった。はい、僕うちの場合はね、何でもかんでもしろっていうんじゃなくて、うちのかみさんが したいんだよね。それで僕にさせないっていうタイプなんですよ。だったら家でやってるのもね。そうそう、タイプの話なんでね、相性とかの子供はね、やはり小さい時からいろいろ手伝いをさせるっていうのがうちの、はい、いいと思います。だからね、本当に保育園ぐらいの時に、はい、
もう自分の服を畳んでこうね、保育園なんかもやっぱ畳むわけですよ。そうですよね。そうで家族でこうせあの旅館とか行ってお風呂とか入ると、はいはい、大学生とかいっぱいいるところにうちの息子が保育園で一人で服を畳んでるわけですよ、うん、大学生がみんななんかショーンってなんかしちゃったりしてなんかそういうの面白いなと思いますけど、でもねそういう頃からやってると今もやっぱりこう風呂洗ったりとかね、その食事の後こう片付けたりとか、そういうことをね、子供にとっても大事なことですよね。そう、その時にちゃんとね褒めてあげるんですよ、うん、それもすごく大切で、うん、子供のうちはね、うん、そういう褒めるところを見つけて、うん、褒めてあげるっていうのがね、はい、僕はすごく大切だなと思って、そうですね、そう思います、やってるんですよね。いや素晴らしいと思います、いやいやそれは。だからそう表現ってね、うん、した方がいい、僕はいいと思ってるんでね、神、うん、さんに対してもね、そうですね、言うようにできるだけ、ね、そうですね、やっぱですよ、ね、長く一緒にいると相手は分かってるだろうって、ちょっとそれは幻想なんですよね、あと当たり前って思っちゃう、当たり前けど、もうどんなちっちゃいことでもありがとうありがとうって、ありがとうってもう何でも言いますね。これですよ、これ、それ、ね、それなのよ、本当感謝をこう、ね、伝えるっていうことで、伝えるってのは大切ですね、それ円満の秘訣ですよね。そうですね、本当にそう思いますね、はい、いい話だなということで、ちょっと皆さんツイートね、なんか話が盛り上がってるうちにツイートが来てましたよ。したですね、あ、この辺ですね、ね、山田さんアーカイブでチェックしますね、ぜひ全然問題ありませんので、ね、チェックしてください。あ、福島さんもっと買わなくちゃ、ね、ありがとうございます、フォトグラフィーさん太っ腹ですな、モンチャルさん買ってください、3冊目買いますかね、買ってください。あ、あれ福島さんサイン本ただいま10冊注文させていただきました、ありがとうございます、明日振り返す、素晴らしいすごい、マジですか、マジですよ、福島さんすごいんだから、素晴らしい、全額義援金に寄付させていただきますので、山口さんの今の表情は後でアーカイブで見てくださいね、わぜんとしました、ね、一生懸命サインさせていただきます、はい、本当にありがとうございます。フォトグラフィーさん、私の依頼元の一つでも子育て支援っぽいことやってるけど、うん、あ、なるほどね、うん、はい、水越さんも家事やりなよはい、あ、すいませんやります、あ、たまにね何年かに1回ぐらいご飯を作ったりするあ、もちろんもちろん神さんが具合悪かったりね、そういう時はやりますよ、うん、それでもお前一緒なんてそんな鬼みたいなことはねしませんから、はい、山田さん、たくちゃんは装飾系九州男児そうかも、なるほど、そうかも、装飾系九州男児いるんですね、そうみたいな、でも本当そうだね、芯が強くて頑固だけど優しい素敵な旦那さんです今度は奥さんをタイプ分けして家庭内平和のための書籍を書いてください。ありがとうございます。あ、いいんじゃない？奥さん、山田さん、いいヒントをありがとうございます。ねえ、豊川さん、一冊で恐縮ですが注文させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、本当に皆さんなんですよ、ユーストの力が素晴らしい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当嬉しいね。あ、福島さんね、どういたしまして、ありがとうございます。藤田さん、褒めるところ見つけて褒める、いい話です。ありがとうございます。陽子さん、皆さん、拓郎さんの本も大人買い、すごい、本当ですよね、でも本当にね、年齢層はこう幅が広く読める本ですから、そうですね、特にさっき言った就活もそうですけど、まあ、今度中学校へ入る、ね、お子さん、お友達の方へプレゼントもいいかもしれないですね、はい、イラストも楽しいのです、ね、イラストも、あれ、イラストはなんか特別頼んだんですか、イラストはね、ちょっとへ出版社にわがまま言わせてもらって、僕の15年来の付き合いのイラストレーターさんがいたんで、はいはいはい、やっぱりそれぞれのタイプを特徴を捉えて描いてもらうって、結構打ち合わせがやっぱりすごい細かくやんなきゃいけないなと思っていて、なかなか新しい人とそれを詰めていくのちょっと難しいかなっていうのもあったし、あとその方へのちょっと信頼もあったので、はいね、頼んだんですね。そうですね。なるほどね。ということで皆さんありがとうございます、本当に、はい、ありがとうございます、ね、であとこれからね始まる西塾の新しいね、はい、5月からになりますが、それって1回で何人って決まってんの一応30人ぐらいですね、サポートの関係がありますので、そうね、はい、結構すぐ埋まります。でサポートは何人でやってるの、はい、10人ちょっといますね。あ、そんないるんだ、はい、ただまあ在宅の主婦の方だったり、まあ、家で仕事をしている男性だったりがもうオンラインでパソコンの中でサポートしていますので、うんね、はい、でまあこれメディカスということでメディアコミュニケーション活用塾ということで、うん、まあ
そのメディアを使ったねコミュニケーションを活用していきましょうっていうことなんですけども、はいはい、まあお二人それぞれね、もちろんそれお仕事されて、まあね、ももさんもやされてるんだけど、まあ、ツイッター、フェイスブック、ね、はい、やられて、最近はそのフェイスブックページもね、あ、そう、作ったんです、ね、あと本のやつもね、あ、本も、私はあのお二人ともいいね、させていただきましたんで、ありがとうございます。僕もメディガツいいねを、ありがとうございます。私も今日はしました、ね、あのそれフェイスブックページはいつ頃作られたの、はい、3日くらいです、ね、はいはい、皆さんあのぜひ、あ、なんていう名前で、西塾、西塾で、西塾で、はい、あのでも本当3日くらい前に作って、あ、作りましたって言ったらババババっていいねをしてもらって、あっという間にあの25人超えて、はい、はい、URL がいただきました、ね、ね、つけられたね、はい、ありがとうございます。いやでもね、僕は最近フェイスブックの滞在時間がすごく長くて、長くなってきましたか、そうですか、コミュニケーションはやっぱりね深いんですよ。あ、そうです、ツイッターとかよりかやっぱ深いですよね、うん、で、まあツイッターはまあどっちかというともう拡散、そうです、ね、広げるっていうね、フェイスブックで深掘りっていう感じだけど、本当です、ね、特にねフェイスブック、まあ僕は個人ページでどちらかというとコミュニケーションを取ってフェイスブックページで、っていう流れを作ってるんだけど、フェイスブックは本当にそのまあ実名性ってこともあるし、はい、まあ、皆さん顔出してるってこともあるけど、余計にね、それでその深くコミュニケーションを取れるっていうのがね、そうですね、あるっていう感じがしますけどもね、ちょっとおっと新しい顔も来ましたね、ちょっとですね、山田さんのところから、あ、これね、山田さん、週末ぐらいは私でもご飯ぐらい作りますよ、あ、作らされているだけでした。いや、山田さんとかね、こんなこと言ってますけど、本当はね、仲いいんですよ。あ、そうなんですか。知らないですけど。あの素敵なご自宅みたいですね。で、すごいですよ。ね、目の前に東京ドーム、あ、そうなんですか。20分の1ぐらいの畑。その畑がね。畑があるんですか。え、20分の1しか知りませんけども、畑があってね、あの、ご家族で。家庭菜園みたいな。家庭菜園の枠を超えてるんじゃないですか。詳しくはメディカツのアーカイブで。ご覧いただければ。そうですね。山田さんの、はい、山田さん、あ、そこで喋ってます。よくご存知で。あ、フォトグラフィーさんね、これね、はい、後で見させていただきますね。ありがとうございます。リンクね、子育て支援っぽいこと、はい、ありがとうございます。福島さん、ももさん、あっての拓郎さんの素敵な本のご出版ね、ありがとうございます。あ、そう、来ましたよ。小田さん、小田純子さん。あ、そうなんですか。この間ね。私よりも先に、ビジネスメールの本を出されて、あのビジネスメールのインストラクター仲間で、あの SEO の専門、あ、そうなんですか、ぜひあの今度、あれ、そうですね、何さんとおっしゃるんですか、小田純子さんです、小田さん、よろしくお願いします。日本で唯一の CMS ライターでしたっけ、あ、そうなんですか、CSMS ライター、 CSMS って何ですか、この方のブログを見れば、あ、分かりました、後で、私実は和田さんに2回目にここに来てもらって、はい、そのことを聞いてるんですけどもごめんなさい和田さん、そうです、はい、この方詳しいですよ和田さん、はい、豊川さん、私も草食系九州男児らしいので、あ、恐れ、あ、そうなんだ、あのすごい優しい方、九州男児なんだ、豊川さんね、ぜひぜひ仲良くしてください、はい、中島さんの本がね、あ、中島さんの本、ね、いいですよね、中島さんね、はい、僕もあの読みましたよ、はい、はい、私も買いました、すごく勉強になりました、読み中です今、はい、尾形さん、あ、サイン本一冊注文しました、楽しみ、ありがとうございます、で、僕この尾形さんっていうのがやっぱあの漫画家でね今やってるんですけど、うん、僕の後輩 で、僕あの高校の時漫研だったんですよ、そうなんですね、あの満件なくて自分で作ったんですよ、でその時に作った時に僕の下で一緒に入ってきたのが彼なんですけど、あ、そうなんです、彼はもうそれを仕事にしてて、すごいですね、だから今度ね、あのメール本の時僕彼にねイラストを頼むと思ってるんですよね、いいと思いますよ、はい、浦さん、浦さん、フェイスブックがいまいち楽しめてない、ついついツイッター、ああ、そういう方多いですよね、浦さんすごいツイッターいっぱいつぶやいてます、はい、そうなんだ、山田さん、畑は50坪ほどです、すごいですね、12棟を管理してますが、残念ながら、そんな時間あるんですね、今は私1人でやってます、すごい、忙しそうなので、小田さん、あ、書いてくれてますね、CSMS はサーティフィケイトサーチェンジマーケティングスペシャリストの略です、そういうことなんですよ、
よ。あ、そうなんですね。そういう肩書きをお持ちなんですよ、ね、はい。あ、そうだ、尾形君も九州男児ね。九州男児意外と多いですね。装飾系だな、フォトグラフィンさん、私もついツイッターですよ。あ、ね、皆さんツイッターね。ーあ、小沢さん、初めてじゃないですか、メディカスツイッチください。小沢さん、段階のせずね。あ、そうなんだ。段階ジュニアの。私この方会ったことないんですけど、ブログとかいつも読ませていただいてね、すごくいい方です。素敵な方です。デザイン、デザインです。グラフィックネットじゃなくてあれなんですよ、こうチラシとか。あ、紙媒体、紙媒体でいいんですよね、はいはいはい、紙媒体ですよね、紙のデザインとか、はい、そうなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もうほら、あら、もう空気が過ぎる、あっという間でしょ。早いですね、あっという間ですね。そう言うと、この第2弾をね、皆さんね、ぜひやってください。はい、また来てくださいよ。ぜひぜひ、ね、1時間ぐらいですか、ここまで。はい、ここは1時間ぐらいですね。はい、ということで、じゃあ最後に告知があれば。あ、告知はですね、2つあってですね、はい、1個、ちょっと今度ね、3月30日に初めての監修本っていうのが出るんですけど、男の座右の銘っていう。新興ミュージック。監修本ってどういうあれ？監修本って、まあ要するに、原稿自体は僕が書いてるわけじゃないんですけど、まあその、名言の本なんですけど、うん、名言のそのチョイスっていうか、どういう名言を使うかとか、あとそのまあそうですね、その内容、まあ今回に関してはサラリーマン向けに、ちょっとこうサラリーマンがこう勇気が出るというか、こうちょっとこう気分がうしやったろうかっていう感じになるようなちょっと名言を集めてるので、うん、そういうのをいろいろこうチェックしたりとかっていう、そういう本が30日に出るので、うん、まあもしご興味のある方はお手に取っていただければと思います。はい、30日でですね、もう一回名前なんでしたっけ。はい、男の座右の銘です。男の座右の銘ぜひね、皆さんお買い求め、いただきたいと思います。揺れてる、揺れてます。藤田さんどこ、ちょっと待ってくださいね。本当ですか、入れてます、皆さんとこ大丈夫ですか。大丈夫ですか。藤田さんどこ住んでんだろうな。ここは大丈夫そうですね、多分大丈夫です。はい、はい、あれですよ、携帯で来ますから。あ、そうですね、なりますよね。私も鳴るはずなんで、私も鳴るはずなんで、はい、はい、ちょっと一瞬緊迫感が漂いましたけども、ですね、どこですかね。もっと 上ですね。ここですね。この あ、はい、あっという間でしたねってね、陽子さん ね、はい、小田さん、慣れないもので紙媒体ですね。小田さん、小田さん、リンパ、リンパでますますイケメンになりました。小田さんイケメンなんですよ。あ、かっこいいですよね。見ての通り、いや、そんな感じね、ずっとしてましたけど。結婚されてるんですか、小田さん。結婚してますよ。あ、奥様も働いて。あ、そうなんですか。そんなことここで山田さん、出版パーティー行きますよ。編集者も来るので、出版を目指す方は皆さん押しかけましょう。それがもう一つの告知だったんですけど、この本のですね、もともとちょっと震災の前に、これブログに出てる？出ない？明日か明後日にもう一度ちゃんとあげます。あ、そうですか。ちっちゃくしかあげてなかったので、あげるんですけど、はい、地震が来る前に、はい、仲間が企画してくれてですね、そうですね、すごく最初はちょっと小さくやるつもりだったんですけど、うん、それで震災がありまして、うん、この時期なんでね、うん、ちょっとこう出版パーティーっていうのはちょっとどうしようかなと思って、うん、当初はやめようかなと思ってたんですけど、うんうんうん、今こうやって停電だとか、うん、ちょっと経済活動もすごい停滞してますし、はい、いろんな意味でこう自粛ムードが蔓延ちょっとしすぎてるっていう部分もあるし、うん、でやめるっていう選択ってすごい簡単なんですけど、うん、だったらちょっとなんかね、震災の被災された地域の方のちょっと少しでも応援ができればいいかなと思って、はい、参加費 の一部をその、寄付させていただいたりとかですね、うんうん、あと内容的にも少しそういう皆さん今マイメディアというかね、そのフェイスブックだとかツイッターとかブログを持たれているので、うん、そういうブログとかでマイメディアでその震災の地域の方に何か有益な情報を、ね、発信できること、発信しようというのをちょっと促せるような会にしたいなと思っていて、まだ具体的に内容はまだ幹事さんと詰めてないんですけど、その会をですね、一応4月の5日の4月5日何曜日ですか、はい、火曜日ですね、火曜日に銀座で、はい、やろうと思ってまして、夜ですね。いやー、そうですか。
ぜひ残念ながら私は、これがこれですね。これです、そうですよね。まあね、たくさんの方がね来ていただけるようにね。そうですね。それが明日告知出るんですか。はい、明日します。はい、明日します。ね、はい、はい、それでまあ、結構銀座のオープン前のスペースを貸していただけるということで、すごい広いスペースなんですよ。なんで参加者もすごいいっぱい入れるので、本当にまあどなたでも。来ていただきたいですね。興味ある方は、ね、4月5日ね、ぜひ来ていただければと思います。明日山口さんの、ね、ブログに出るというので、はい、ぜひ皆さんそれは、はい、出血の中出すのじゃなくあるんですか、そういうの出血のというかフォームがありますね、そこにフォームに、参加の申し込みをしていただければ、はい、それで山田さんも書いてましたけど、まあ、出版の編集者とかさんとかですね、はい、あとまあ山田さんもいらっしゃいますし、はい、そうい う, こう出版の興味のある方とかもね、はい、そういう人脈を作るというか、そ う, ね、そういう人もね、そうですね、来ていただいたらね、そうですね、なんかそういう、まあ、人と人とのご縁をこうつなぐような会にできればなと思ってますね。はい、はい、よろしかったらぜひいらっしゃってください。はい、ぜひね、皆さんいらしてください。モーさんは、私は特にはないんですけど、うん、まあ今すぐではないですけど、まあ、こういう歳塾という主婦のための企業塾をやっていますので、はい、次回の募集が5月の連休明けになりますが、主婦の方で何か新しく勉強してみたいとか、ね、パソコンでスキルを身につけて起業したいとか、そういう勉強されたい方は5月から募集始めますので、皆さんね、分かると思いますけど、はい、このモモさんの塾行ったらやはりねこう至れり尽くせりですよ。私入ったことないですけど、そんな感じしますでしょ、だってもうね、本当にサポートは充実しているので、絶対そう思うの、みんなお友達みたいに仲良くなってすごく楽しいっていうふうに、うん、評判なので、はい、彩りの塾と書いて彩塾です。検索してみてください。またブログからもね行けますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと皆さんのねツイートを最後ちょっと、地震ですということで、どうも静岡あたりらしいですよ。あ、そうなんです。静岡揺れました、収まったってこと。あ、静岡なんですね。はい、小田さん、男の座右の銘、おじさんのようなおばさんである、それは私にも必要です。これ小田さん知ってる人は大爆笑です、ね、そうなんですよ。あ、そうですか、揺れてましたが怖かったですね。こっちは全然揺れてないですね、東京は。パーティーを、小田さん、パーティーを自粛することはないですよ。私は地震防災 NPO の理事でもあります。今ね、こういう時だからこそ、こう経済がやっぱ落ち込んでるからね。ちょっとね、そうですね。やれるところでね、自分でその、うん、元気な人は本当に一生懸命ね、うん、今盛り上げていった方がいいと思うんですよね。そうですね。はい。あれ、イベントとことごとく中止でね、私の仕事は、うん、あ、そう、あのカメラマン、あ、そうか、あ、それはね、タクちゃんライブもあるはず、出版パーティーでライブやる、ライブやんの、え、なんで、何やんの、あ、なんか歌ってんの、そう、見たことある、歌うんですよ、実は学生の頃歌ってたんですね、弾き語ってたんですよ、ですよね。そうなんですね、シンガーソングライター、あ、書いてありましたね、プロフィールにね、似てますね、似てますね、あ、やるんですか、どういう系なの。僕はもう本当ギターとハーモニカで、まあいわゆる、まあ昔でいうフォークみたいな感じ。どういう人が好きだったんですか。僕はね、髪の長い時期の長渕剛とか、へー、あとはあれですね、まあボブ・ディランとか、渋い ね、 その年代でね、へー、聞いたことある。あ、だから出会ったのがライブハウスで、歌ってステージを歌ってる主人を私は客席から見てた。そんなシチュエーションだったの。いや、後輩に惚れちゃったのさ。それで惚れちゃったの。まあ、それで1年ぐらいライブにね通って、ほんと毎月聞きに行ってたんです。すごい、ファンだったんです、私。すごい。ちょっと待ってね、かっちょっと待って、ちょっと待って、これ言うとすごいハードル上がってるんですよ。もう20年前ですからね。みんな聞きに来てくださいね。何だったん、すごい、すごいハードル高いんですよ。4月5日でそれだけで行きたいと思った人今すごいいるかもしれない。来てますよ。いやいやいや、勘弁してください、本当に。いや、こんなの好きになったのってきっと思いますね。いやいやいや、ももさんなんか目おかしいんじゃない。なんかすごいよ、歌わないのとか言う。はい、出版パーティー、今日杉山さんからご案内いただきました。杉山さん、あ、杉山さんが幹事していただいてるんですよ。あ、そうね、はい、はいはいはい、あ、フォトグラフィーさん、4月5日かちょうど日程空いてるかな、ぜひぜひぜひ来てください。あ、たくさん歌わないのって、
歌うよね、4月5日は。歌うのね、はい。あ、笑いすぎ、すいません、小田さん、すいません。すいませんね。ようこさん、経済を盛り上げるの賛成。井上さん、やっとしたあ、忘れてた。やっとしすぎてきたパソコンの前です。メディカスポーズはまだですよ。これからやりますよ。やります。ちょっと待ってね。あ、フォトグラ、ちょっと待って、ここですね。あ、歌聞きたいって、藤田さんもね。静岡から来てください。困ったね。はい。小田さん、フォトグラフィンさん、イラスト、あ、フォトグラファーさん、イラストレーターさんがいらっしゃるんですね。要チェックやってね。山田さん、ファンに手をつけちゃダメですよ。誰に言ってんですか。すいません。はい。あ、そういうことだ。あ、そういうことです。そういうことですね。あ、そういうことだよ。本当よくないな。あ、尾形さんね。キャ、素敵な出会い。本当ですよね。あ、出版パーティー楽しみにしてます。井上さん。はい。小田さん。あ、出会いが素敵だね。本当ですよね。フォトグラフィンさん。はい。あ、フォトグラファー。この方、フォトグラファーですよ。フォトグラフィンさんね。ということで、はい、そうそう。愛のツイート大賞。ああ、なんですけど。はい。なんかそれぞれがね、はい、プレゼントあるということで、はい、はい、あ、はい、あ、じゃあどうぞ。あ、僕はもう、はい、あの何を、はい、僕の本ですね、2月に出た、はい、イチローともジャイアントも初対面ですぐに仲良くなれる本、はい、皆さんなんかすごい買っていただいてありがとうございます。これをね、はい、サインサインサインもちろん、もしや奥さんもサインしたらこれに、ああ、そうしましょうか。だって貴重じゃない、はいはい、あ、そうですね。じゃあ私もサイン、はい。だって普通のほら、人一人のサインよりもさ、二人のサインの方が、ね、そうですね。はい、じゃあ私も書かせていただきます。はい。ねはいはいはい、これをね、はい、プレゼント。はい。じゃあ私の本は、私、自分の本じゃないんですけど、こちらのキャリアマザーズっていう本が、お母さんで仕事をしている人たち、働くママはかっこいいということで、私がこの中で10ページぐらい書かせていただいてます、はい、でこちらが、はい、人生を変えた言葉、女性経営者100人の人生を変えた言葉が載っている本で、はい、私も、はい、私もここに載っているんですが、私も載っています、はい、なのでこの2冊を、はい、お一人の方にプレゼントしたいと思います。はい、ということで、はい、お一人ずつということですけども、はい、さあ今日は愛のツイート大賞どなたになりますでしょうか、ね、ここで選ぶんですか。そうなんですよ。でいつもその本人がね、はい、選べないんで僕が選んでるんですけど、もしあれでしたらどなたか言っていただいても、この人にあげたいっていうのがあれば。いや、僕はやっぱり10冊買っていただいたけど、10冊買っていただいた方にこの10冊目はいや、でもほら両方のサイン本があるから。そうですね。じゃあ福島さんに。いや、福島さんおめでとう。ありがとうございます、本当に、ね、はい、私も選んでください。あ、そう、はい、私は誰でも、はい、僕は女性がいいかな。この方って知り合いなの。はい、でもね、最近会ってないですね。多分僕この方にしたいんだけど。あ、わかりました。じゃあ後藤陽子さんに後藤陽子さんおめでとう、はい、プレゼントしたいと思います。読んでください。後藤陽子さんにこの2冊で、はい、福島さんにこちらをね、はい、プレゼントしたいと思います。おめでとうございます。ということで、ですね、ちょっと待ってこれね、そう、たまにこう更新されないでそのままになってて、あれツイート今日少ないなと思って終わってから見たらバーッとあってすごいショックだったことがあって、あ、ほらほら、この本にも主人のサインを入れさせていただきます。そうだそうだ、2人のサインなんてレアですねっていうことでね、ムンチャイルドさん、はい、そうですよね。ようこさん、この場で抽選なんですね。はい、当たりました。当たりましたよ。おめでとうございます。でね、まあ、皆さん、こうタイムラグがあるから、うんうん、ね、あ、そうですね、これからそういう喜びのツイートが来ると思いますけれども、はい、で最後に、はい、ご存知でしょ、昨日知ってました。ちょっと諦めました。メディカーズポーズっていうのがあるんですよ。はい、で、あのメディカーズポーズを出演者と一緒にやることは、はい、これやらないと帰れない、ね。帰れないですよね。はい、で、ちょっと最初練習するとですね、はいはい、私が火曜の夜は、あ、火曜の夜を楽しむにはって言ったら、はい、メディカツと、これ M なんですよ、これ、はい、M ですね、はい、M まっすぐ上げて、はい、そのままこの手はそのままで体を左、はい、そうそうそう、はい、行きますよ、皆さん、皆さんもやってくださいね、はい、あ、井上さんメディカツポーズとかね言ってます、あ、すごいすごい、山田さんまた外れた当たりが来るのだろうか。山田さん来ますよ。来ますよ。山田さん当たる気ないでしょ。
陽子さんは当たった、ありがとうございます。モモさんありがとうございます。あ、長太郎さんのサインも持ってお願いしようと思ってました。はい、はい、喜んで、ね、皆さんあのメディカルスポーツ最後にやってくださいよ、はいね、一緒にやりましょう皆さんで。はい、いいですか。火曜の夜を楽しむには、あれ間違えた、いいですか。これはやるんですか。これやらなくていいですか。これやらなくていい。オッケーです、オッケーです。それはやらなくていいです。あ、でもやってもいいかもしれない、ね、出過ぎた真似は。いやいやいや、やってもいいかもしれない。みんなでやりましょう。みんなでやりましょう。火曜の夜を楽しむにはね、はい、いきますよ。はい、火曜の夜を楽しむにはメディカツ、カツ。オッケー、ありがとうございました。井上さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、あ、早っ、出たメディカズポーズ。小田さん、今日は長谷川姉さんがいないから私が突っ込まないと。そうなんですよ、いつも長谷川さんという方がね、いろいろと突っ込んでるんで、今日はあのいらっしゃるので、小田さんありがとうございます。井上さん、山田さんは無理と思って。そんなことないですね。あ、陽子さんね、一緒にメディカズポーズ、はい、やってくださいね。やってくださいね。皆さんありがとうございました。皆さんね、本当に愛のツイートありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、先週は1週間お休みしましたけども、うん、こういう感じでですね、また、続けていけたらということを思います、井上さんね、この後はメガ盛りということですけども今日はですね、お子様が一緒にいるので先に食べちゃいました。そう、遅くまでいられるということで先にですね、軽く済ませて、はい、いただきまして、はい、今日はメガ盛りはございません、はい、ということで、また別の機会にね、はい、あのメガ盛りをね、楽しんでいただきたいと思います、はい、ということで、今日は第39回メディアコミュニケーション活用塾メディカスでございますけども、ゲストに、フリーライターの山口拓郎さん、そして西塾の代表のももさんに来ていただきました。今日お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、また来週、さ、あ、それでですね来週はですね、はい、ゲストがですね、今日正式に決まりました、ミュージシャンの方に、3人バンドのですね、なんか2人、来ていただきます。ですね、ちょっと待ってくださいよ、忘れない、ちょっと待ってくださいね、これじゃ終われないんで、ちょっと待ってくださいね。なんだっけな、忘れちゃまずいですね。なんかお話ししててください、はい。急に言われても困るね。困るね。告知はもういいですか。告知はもういいですか。大丈夫ですか。させていただいてね、はい、はい。いいですか。はい。はい、ですね。メンバースケジュール。いっぱいです。あ、そうそう。あ、ただユーストリームどうでした。あ、楽しかったです。楽しかったです。あ、そうですか。ありがとうございます。この人形も可愛いですよね。人形可愛いでしょ。これ私の大好きなその丸さん商店っていうですね。もう今は亡き丸さん商店から出された、うん、グランパパっていう、こう口から煙が出る、ね、煙が出るそうなんですよ、はい、そういうブリキのおもちゃ、これも私が、保育園当時のブリキのおもちゃでございます。うそういうのはやっぱり保育園の時に自分でこれが欲しいって言って、いやいや多分ね、おじ買ってくれたんです、遊びに来たおじさんが買ってくれたりとか、まあ親父とこ の誕生日とかクリスマスになんか買ってくれたりとかっていうあれでしょうね。愛情がこもってますね、愛着がね、うん、いいんですよね、ちっちゃい時遊んだあの、うん、トイストーリーとかを思い出す、ね、ね、そうなんですよ。ですね、はい、ということで来週はですねミュージシャンの方に来ていただきたいと思います、はい、お楽しみにしてください、はい、ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さん、じゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。さよなら。